皆さんおはようございます。ランタナちゃんのタナです。こちら今私が所有しているランニングシューズたちなんですけど、まあ皆さんね見たら分かる通りにはなるんですけど、使い切れていないシューズがですね意外と多いです。で、まあ、中にはですねもう使わないとちょっと思ってるシューズも実はあって、まあ、そういったシューズたちを含めてなんですけどね、やっぱりちょっと一回アップデートした方がいいなというふうに思ってるんですよ。こういったね、皆さんにとっても非常にキャッチな商品があるわけじゃないですか。カーボン X ですね。で、これを履いてロング、ウルトラマラソンなど走りたい、結果を出したいと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、残念ながらね、僕これまだ50キロぐらいしか履いてないんですよね。で、こういったシューズをもう一回ちょっときちんとレビューし直すのも、まあ、大事なポイントかなというふうに思ってます。このシューズ自体は多分大きなアップデートが多分ないので、2とか、3とか出てくるまでに、まあ、もう一回ですね、ちょっとこうしっかり履き込んでみて、アップデートしてみようかなと思ったんですよ。で、今日はちょっと改めて自分の中での考察ですね、していきたいなと思うんですが、特にですね見ていただいたら分かるんですけど、こちら他のカーボン X ってここのかかとの部分が他のシューズと違ってめちゃくちゃしっかりとラウンドされてあるのが分かりますよね。ということはかかとからの踏み込みをしっかりしたところで、かかとに対しての突き上げが小さく関節や筋肉への負荷が少ないんじゃないかという話ですね。なのであえてかかとから踏み込むような走り方をしても、十分走れるんじゃないか。逆に言うとすぐに転がってしまってスイートスポットを抜けてしまってフラットで踏み込んだりとか、あとつま先で踏み込むようなフォアフットの走り方をしてしまうと逆に使い切れないんじゃないかというふうに思ったんですよ。だから普段の踏み込みをフラットに踏んだりとか、ちょっとフォア寄りに踏み込んでる踏み込みをちょっとヒール寄りに踏み込むことによってこのシューズの進化を発揮できるんじゃないかという話ですね。今日は、このシューズをですねそういった履き方をしてみて、検証してみようかなというふうに思います。じゃあ行ってきます。2日間ね自粛をそのまま受け入れてしっかりと休んでみたんですけど、こう普段はなんかこう走らなきゃいけないことがちょっと義務感になってたりとか、あとちょっとやらなきゃいけないっていうなんかプレッシャーみたいなものがあったんですけど、逆にこうやるな出るなって言われるとこうそのたった2日間なんだけど走る喜びって爆発しますよね。で改めてこうやって外に出ることが少しウキウキしてるのは事実あって、やっぱりランニングいいなって思いますよね。でこういったねやっぱりちょっと新しいこととかちょっとワクワクするようなことっていうのを取り入れていかないとなんかね、こう今気持ちを維持するのが難しいじゃないですか。で今別にこれね新しく履いてるわけじゃないから、まあ、ワクワクするかっていうとまたちょっと話が変わるんだけど、でもやっぱりこう新しい見方をするとか、なんかいわゆる新しいなって感じることをなんかこう一つの文句入れていくことで結構気持ちがポジティブになるから、こう見直してみるっていうのも大事かもしれないですね。新しいことを発見するために。さて、今ですね公園着いたわけなんですけど、桜がね3分とかぐらいかな咲いてますね。もうちょっと暖かくなって、まあ、花見ができるような状態になったらリモート花見みたいなのねなんかやれたらすげえいいっすよね。今ですねここまで来るのに大体2キロぐらい走ってるんですけど、まあ、改めてねやっぱりこうカーボンの入ってるシューズというのは足の裏に結構やっぱ負担かかるんですかね。こう今履いててやっぱりこっちの足が特にそうなんですけど、ちょっとね足の裏への負担感が結構強いですね。こう結構突き上げ感が強い感じがします。なんかね足の裏の疲れ感っていうか疲労感がひどいです。で来るまでに何回かちょっとチェックしてみたんだけど、こういうカーボン系のシューズってなんかどっか僕に合わないところが一個あるなっていつも思ってたのが、ちゃんと踏まなきゃいけないっていう印象があります。でまあ、結局踏んで体重が乗るからカーボンの返りがちゃんと使えて、推進するエネルギーに切り替わるんで、どっちかっていうと転がして前に進むような僕のタイプにはカーボン自体は必要なのかっていう話ですね。早速今日はですね、ヒール、フラット、あとフォアの3点からですね、まあ、このシューズが走れるかどうかの検証と、あと僕の感覚でいうとこのシューズ自体はスピードを乗らせるとどうもね使いづらいところがあるんですよ。だからそのスピードに乗った時に使いづらさが出るかどうかですね、ちょっとそこを少し検証していきます。
今から行っているのはフォアフットによるカーボン X の使用例になるんですが、つま先から踏み込んでいるのが分かるかと思います。母趾のですね、やや下のあたりをイメージして踏み込みをしています。角度をですね、極端にしないように心がけているんですが、意外とですね、テンポよくランニングができるっていう印象を受けています。次はスピードを出した時ですね。この時にはややですね、違和感を感じました。フォアで、チェックしてみたんですけど、このシューズをあえてフォアですごい使おうと思って使ったことが実はなかったんですけど、案外いけますね。思ったより良かったです。逆に中足で踏むより足底に対しての負担が少なくて、リズムが取りやすかったっていうのも意外とあって、なんかちょっと想像してたのと少し違いますね。もうちょっとこうフォアで踏み込んだらスポッと抜けてしまうような印象があったんですけど、意外とフォアでのジョギングシューズとしてとか、そのいわゆるフェースランニングのシューズとして使うときには学生には結構向いてるんじゃないのかなとちょっと印象を受けました。学生の子結構フォアでバネを使ってこうジョギングする子が結構多いので、その時にかかる足にかかる負担感はひょっとしたら減らせるんじゃないかなというふうな印象があります。あとはそのスピードを出した時の印象ですね。悪くはないです。悪くはないんだけど、もう1個2個いい動きができるような気もするんだけど、これね、やっぱりあとフォアに関しては長く走ってみないとやっぱ正直言うと分かんないですね。長く動かして初めて感覚がつかめると思うんですよ。例えばふくらはぎに関しての疲れってどこから出てくるかっていうと、かかとが落ちてきてふくらはぎにストレスが強くなってきてアキレス腱に負担がかかりやすくなってくるタイミングからなんで、まだね今体力満タンの時にそのフォアの感覚がこうだああだって言ってもひょっとしたら長い目で見ると全然使えなくなってしまうんで、ちょっと検証するにはですね距離が足りないんですけど、それぞれね走ってってチェックしてみていただければいいんじゃないかなと思います。こちらフラット走法になります。私が普段から実践しているランニングフォームになります。かかとの部分が、ラウンドしている関係もあってフォアフットに見えるかもしれませんが、フラットの着地を意識したランニング走法になっています。やっていて実践している内容としてはしっかり踏めるっていう感じがあります。シューズのクッション性を頼ってですね、しっかりと踏んで叩きつけることができるというか、反発を得れるような踏み方ができるっていうのが大きな特徴ですね。はい、中足ですね、フラットからの踏み込みを意識した走りにしてみたんですけど、普段よりはちょっと抜けるような感じというよりはちゃんと踏むようなイメージ、体重をしっかりと乗せるようなイメージを作って走ってみました。改めてやっぱりこういうカーボンとか、あとヒールの高いシューズですね、履いてみると改めて思うのが、こう設置した瞬間の体重をできるだけ重心の近いところに置くように意識して踏み込まないとやっぱりねうまく使えないなって印象がありますね。あえてちょっと重心を遠くに置くようなイメージでちょっと一回走ってみます。次は初心者のよくある走り方で、振り出した足がそのまま前に落としてしまう走り方です。次のシーンは上が初心者の方が走る走り方で、下が普段の私の走り方です。上の走り方をよく見ていただいたら分かりますが、振り出した足がそのまま前に伸びて落ちているのがよく分かると思います。何のシューズにしても全般そうなんですけど、踏み込んでる位置が重心の遠い位置からやっぱ配慮していて、腰が落ちるんですよね。でその感覚がやっぱり分かっていただけると嬉しいんだけど、いわゆる乗り込む動作ですね。でそういった動作をちゃんとやっぱりやらないと、こういったカーボンのようなシューズとか、いわゆる厚底シューズですね、こういったシューズはねやっぱり適切に使えないですね。特にカーボン のシューズなんかやっぱりバネ動作をちょっと効果的に前に進めなきゃいけないのに、体重がちゃんと重心の近いところに乗らない形を作ってしまうと間違いなく効果的に使えないしブレーキになります。ただやっぱり使ってて思うのは、一定の効果は得れるんだろうなっていう印象はあります。カーボンの恩恵ですね。どの踏み込みから入っても一定の効果はあるんだけど、結局なんか踏み込み設置が長くなることによって起きるリスク感っていうのはやっぱりありますよね。じゃあ次はですね、ヒールからの踏み込みですね。前にお話しした通りで、カーボン X 自体はどっちかというとかかとからの踏み込みをしても綺麗に重心移動できるように設計されてあります。そういう意味では、初心者の方でも十分使えるんじゃないかなと思うので、
回そのちょっと踏み込みや考え感じ方で、ランニングしています。次はヒールストライクからの走りになります。私が普段実践しているような走り方ではないので、走り方自体にはやや違和感を感じつつも走っています。ただまあそのストップするような動作がかかとから生まれるかなというふうには感じているんですが、実際はこのシューズの特性効果によって重心移動が結構スムーズに行えていて、楽に走れてるなという感覚は得れます。さて、走ってみたんですけど、かかとからの踏み込みをするときに、こう角張ってるようなシューズ、エッジの効いたシューズなんかは多分踏み込んだ瞬間にすごく違和感があるんですけど、実際このシューズ履いて、そのかかとからの踏み込みを意識して入ってもですね、結構スムーズにスッと前に重心移動ができます。そういう意味では結構使い勝手のいいシューズではないかなと感じます。まあ、特になんですけど、こうかかとからグッと入り込むような走り方をする人なんかは、このシューズなんかすごく合ってるようなやっぱり気はしますね。で、自分が思ってた通りっていう感じがします。ただまあそのもともとは僕ヒールストライクで走る人間ではもちろんないので、意図的にそういう形をちょっと取ってみたに過ぎないので、まあ、あくまで参考にしかならないと思うんですけど、あえてそのヒールストライクの動きや走り方をしてみて感じるのが、やっぱりね、腰に負担がすごいかかるね。なんでかなと思ったと、つま先が上がることによってふくらはぎがまずねちょっとだけ伸びるんですよ。でそうすると膝が伸びることになるから、結果ももの裏の筋肉も伸びることにつながるんですね。でももの裏の筋肉が伸びるってことは、お尻を引っ張るから腰が後傾する方向に力が働くんで、それを整えようと思って腰に力が入りすぎちゃったと思うんですよ。なので、腰に力が入りすぎないように、もも裏とか、お尻周りの柔軟性をもう一度しっかりチェックし直した方が、ヒールストライクで走る人にはすごくいいんじゃないかなと思うんですよ。さて、走って帰ってきたわけなんですけど、改めてですね、まあ、こちらのシューズ自分の中で検証させていただいたわけなんですが、思ったことをまずちょっと述べるとですね、フォアフラット、ヒール寄りの踏み込み、この3点に向かい合って走ってみた結果、自分が思ったのはフォアの踏み込みをしてしまうとスイートスポットを抜けてしまうような感じがあります。結果ですけど、その反発とかカーボンプレートの効果をですね、十分に活かせないなと改めて感じました。フォアフットでの踏み込みをしてしまって、ここで踏み込んだらですね、体重前にこう抜けていくのが早すぎて、要はしっかりと押せない、蹴れないっていう感覚があります。だからできるだけ中速か、もしくはちょっとかかと寄りの踏み込みをしていくことによって、初めてバランスが取れるなという印象がありました。じゃあフラットとヒール寄りの踏み込みどっちがいいかっていうと、これも総動作に合わせて考えればいいかなと思います。どっちも使えると思います。で、中速から踏み込んだタイミングでカーボンの反発もしっかりと使えるんですけど、だからちょっと注意したいなと思うのが、やっぱりこう乗り込んでいく動作をですね、きちんとできるかどうかがこのシューズの使いどころになってきます。おそらくですけど、ベイパーフライも含めてですけど、体重を乗り込ませていくような動きがきちんと取れなかったら、適切なそのカーボンの反発を生かした推進力を作ることができない、使えないということですね。乗り込んでいく、グッと体重が乗って重心の近いところに体重が落ちるような方なんかは、乗り込んでいった時にこう体重がグッと真下に乗るまでの時間が短くて、反発を得るタイミングをちゃんと作れるんですけど、いわゆる初心者の方によくあるあるなんですけど、乗り込んでいくような走り方ができない、振り下ろした足をですね、そのまま前に置いてしまって、体重を乗せるポイントからちょっとずれたところから踏み込みが入ってしまうような人は、多分その腰が落ちて、でそのまま体重移動して体の軸の下に足がこうグッと乗ってくるまでに時間がかかりすぎてしまって、そのカーボンの反発を適切に活かせないと思うんですよ。一定の効果はあると思います。ただ使い切れないということですね。でなので、できればですね、こうヒールだろうがフラットだろうが関係なくなんですけど、その乗り込んでいくようなこの動作ですね、でこの乗り込み動作を改善解決するドリルがあるんですけど、またこれは次回にお届けさせていただきたいと思います。まあ、ていうか動画で何度かさせていただいてるんですけど、改めてこういったカーボンシューズというか、まあ、全てのシューズそうなんですけど、使った時に適切に足を重心の近いところに乗せる方法ですね、そのドリル練習をですね、皆さんにお届け今度させていただきますので、よろしくお願いします。タナでした。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。みんな楽しく走っていこうぜ。いくぞ。